どうもメンディーです。今回のムーブオンはこの夏の日差しがとても似合う私メンディーにとって思い出の街への道を皆様にご紹介したいと思います。あーとっても気持ちいいね。今年はなんか梅雨らしい梅雨っていう日があまりなくて、まあ湿度はあるんだけどね、雨がなくてなんか気持ちはすっきりしております。今日はねこの旧山手通りをどんどん突き進んで、私メンディーにとって思い出の街へ皆様を誘いたいと思う次第でございます。いやー打ち水なんて風情ありますわ。どうもこの旧山手通り沿いはね、まあ毎月のようで申し訳ないんですけれども、なかなかね、昔からある有名な建築物だったりだとかショップなんかがあったりして、でここはねカトリック渋谷教会っていってドミニコ会の建築物なんですけれども、もうほんと年季入ってて、そうね、今まで見てきた教会とまた一味違うような、年季がやっぱガラスのデザイン一つ一つオリジナルのデザインでディテールが細かくてね、私はここ通るたびになんかこう思わず足を止めてしまいます。本当にね、こう向こうちょっと横を見るとさ、渋谷の方の高層のタワーなんかが見えたりして、ここはねマレーシア大使館なんですよ。本当にね独特のこのくり抜かれていて、一見何の建物かわからないんだけども、いやこういうなんかね新しいおもちゃを発見した時のようなワクワク感みたいなものがあるよね。なんかこういう鏡にミラーに映ったこういう大使館のデザインとか最高だよね。絵になるよね、すごく。そう、直接目に映っているものももちろん素敵ですけどね、こういう鏡越しの建築物ってまた何か目視する、直視するものとは違う見え方ができるから不思議なのよね。こう今から取り壊そうとしてる建物が次どういう建築物になるのかとか想像するのもね面白くて、特にねここ代官山の方に向かえば向かうほどね
こうおしゃれな建物が増えていくから、最先端のここに何か建物が建った時に、こういう昔からあるレトロなこうアパートメントとかがね、またこう差があって、よりこういう建物がね、輝きを増すんではないかと私は思っていますが、さあ少しね、緑に囲まれてみましょうか。ああ。涼しいね。この公園はね、冬場は富士山がね見えるスポットなんですよ。夏場はこういう日焼けのスポットで、スモックで見えないけど、夏場はなかなかどこかに見えるはずの富士山をこう頭の中で想像しながら、緑に囲まれる夏の西郷山公園っていうのがなかなか風情がありますよ。こうなんていうの、都会のこう隙間に忍び込んだような、そういう感覚。見える景色がね、いやー、なんか夏の花が咲き始めて、こうね、やっぱ原色ってこうピンクとかそういうね色は夏を彷彿させますよね。でね、西郷山公園はこうね、下に下っていくとね、なんか避暑地に来たような涼しい風が吹いてるの。そう、空を見上げればもう夏の木漏れ日なわけですよ。ああ、生きててよかったって感じ。あー、なんかちょっとした森林浴をした後のような感じで、でここね、西郷山公園出るとこの西郷橋っていうのがかかってるんですよ。いやー、なんかこの久しぶりの景観というかね、えわあ、このちょっとツタが味があっていいよね。このね、橋の上から見える景色は両サイドともなかなか
こうなんて言うんだろうな、どんどんこう丘の下に下っていく景観と、なんか向こうに都会が続いてる、都会の麓のこう石の町みたいな、そういう景観とね、2種類の全然違うこの橋をまたいで景観を楽しむことができるんですけども、このね、すっごく昔になっちゃうけど、マダムトキはあの知人の、まああの両親の大事な友人の結婚パーティーがこのレストランであって、私まだ2歳ちょっと3歳ぐらいかなだったんだけど、いまだにね楽しい記憶が蘇るんですよ。ちょっと涼しみにね、ここ近年、この地に誕生したばかりのこのさ、網目が何とも言えない、ここでちょっと涼しんでいきましょうかね。なんか空調が涼しいっていうのももちろんあるけど、こう窓から見える風に揺れる木々だったりね、この昼下がりの淡い光、なんかもうそのすべてがね、こうホッとさせてくれる。ちょっと歩き疲れたっていうのももちろんあるけど、さてね、もう代官山の駅近くになってきました。いやー、うー何気に未だにね、ちょっとこう、住みたい住みたくないは別として、なんかこう友達と話してて、この前代官山行ってきちゃったよっていうような感覚でね、話題にできるような街。なんか一番自分の中で一番好きで、一番自分のフィーリングに合ってるのが、やっぱああいう青山と六本木、そして銀座なんだけど、そことはねちょっとバイブレーションが違うっていうか、もっとなんか私の中では代官山の方が敷居が高いイメージがあるんですよね。そう、わー懐かしい、わー、あー短冊が飾ってあるね。そう、今日はね、この実はシューティングをしている日というのが7月7日のね七夕で、しかもねこうピーカンでなんかね、東京で七夕に晴れてるっていうのがなんだかんだで珍しいような気がするな。何かとこう曇りだったりだとか、まあ梅雨の時期なので雨の時もあるし、なんか気分がやっぱいいね。そう、ここのね歩道橋から見る景色が、あ、でも少しやっぱ変わってるな。前あった建物がなくなってたり、
そう、あのね、煙突。もうすぐこちらがね、見下ろすと代官山のね、東急東横線のホームが見えるんですけど、ね、10年前、ちょうど10年前、2007年の春から2008年の春にかけて1年間代官山に通ってて、というのはね、毎月、月に一度ライブをしてたんですね。で、そのもちろん代官山にも晴れたら空に豆まいてっていうライブハウスがあるんですけど、そこではなくて、当時カフェクオーレっていうカフェがあって、でそこがとても素敵な場所でね、なんつったらいいんだろう、行ってみよう、そしたらなんか実際に行っちゃおう、うちの方が早いな、きっと。向こうなんだけどね。あー懐かしい。あー着いた。私が10年前月に一度ライブをやってた会場がここのね、今パンケーキカフェになっておりますが、それの昔はね、カフェクオーレというね、カフェクオーレって名前聞くと、もう自分で言うとその頃にもう戻っちゃうくらいで、ライブ中にね、ドリップする音だとか、ガガガガガって機械で豆を煎る音だとかっていうのがね、交わってそれがまたなんかすごく風情があっていいなと思って、で、このガラス、ここが、こっち側がだからステージ側で、向こうに客席があってっていう感じだったんですけど、ちょっとこっち上がってきていただけると分かるんですが、あのね、この中央分離帯が坂になってて、ひまわり畑が中央分離帯にあるんですね。あー懐かしい。そう、こっちの景色をバックに、まあ時間帯は夜なんですけどね、このサイドのマンションの明かりとかショップの明かりがいい具合に灯って、で本当にもうちょっと、そうね、8月ぐらいになるとひまわりも咲いてっていうようなシチュエーションで毎月ライブをやってました。何週の土曜日だったかな、ちょっとそこまではね思い出せないんだけど、今考えると、私は自分自身が例えば、そうね、食事行ったりだとかお茶をするときに、その払うお金っていうのは、その食べ物を頼んだりとか飲み物を頼んだりっていうことに対するお金っていうよりも、やっぱりその時間を、まあサービスってことですよね。本当にその時間を堪能しに
店に入ったりするわけで、でそういう意味で私自身がなんかとても自分が提供する立場として最高の時間を皆様にお届けするんだっていうような意識が芽生えたきっかけのライブだったのかもしれません。そしてね、この代官山の街っていうのはもう本当に特にこの時期の太陽のこの光が絵になります。でその太陽が差して日が当たって建物だったり人の影がとても絵になるような街です。初心忘るべからずってことで、今回は、ちょっと自己中心的な旅になってしまったかもしれません、まあ、いつものことなんですけれども、今回は特にそれが強かったかもしれませんが、ぜひね皆様もその足で、この町に来てなんかこう影落としをするような感覚で堪能していただけたら幸いです。それでは皆さん素敵な夏になりますように。メンディーでした。またの旅を。